アクソン川を含め全長は410マイルある。流域面積は1432平方マイルである。流域には約4%の開放水域を含み、2000年の国勢調査では地域人口250万人である。アメリカ合衆国の中で全流域が一つの州の中にある川としては12番目の長さである。ジェームズ川は アレゲーニー山脈のアリゲーニー群とボトトート群の境目にあるアイアンゲート近くカウパスチャー川とジャクソン川の合流点に源を発しハンプトンローズでチェサピーク湾に流れ込んでいる潮席はバージニア州とリッチモンドの西幕府線まで及んでいる潮席が及ぶところまで流れ込む大きな支流としてはアポマトックス川、チカホミニー川、ウォーウィック川 パガン川及びナンセモンド川がある。ニューポートニューズポイント近くの河口でエリザベス川がジェームズ川に合流しハンプトンローズと呼ばれる港湾地域を形成する。オールドポイントコンフォート近くのバージニア半島の先端とサウスハンプトンローズにあるノーフォーク市のウィロビースピット地域の間にハンプトンローズからチェサピーク湾、さらには 数マイル東の大西洋に出る水路がある。16世紀及び17世紀初期に幕府船の東地域に住んでいた先住民族はジェームズ川のことをポーハタン川と呼んでおり、これはバージニアの海岸地域大半に広がっていたポーハタン連邦の州長の名前を取っていた。イギリス人植民者はこの川をイングランドをジェームズ一世にちなんで名付けており、 1607年に、チェサピーク湾から上流約35マイル上流の、ジェームス・カガン、ジェームズ・タウンに作ったアメリカでは、最初の高級的イギリス開拓地と同様だった。川の航行可能な部分は、バージニア植民地にとって、最初の15年間は、主要幹線となり、イギリスからの物資や、さらなる植民を運ぶ、補給船のように供した。しかし、初めの5年間、 金や財宝に関する多くの期待があったにもかかわらず、これらの船は出資者に対した金目のものを持ち帰らなかった。1612年、実業家、ジョン・ロルフがここの原産ではないタバコの栽培に成功し、これがイギリスで人気を呼んだ。間もなくジェームズ川は、その岸に桟橋を備え急速に増えたプランテーションから、この換金作物の大きな損を運び出す。 主要手段となった。この発展により、ロンドンのバージニア会社の株主の努力も、財政的に成功し、さらなる発展、投資及び移民に拍車をかけた。リッチモンドの滝より下流では、多くのジェームズ川プランテーションが、自身の桟橋を所有し、ウォーウィック、バミューダハンドレッド、シティポイント、クレアモントスコットランド及びスミスフィールド、さらには17世紀の間は、 植民地首都のジェームズタウンに新たな港や初期積み出し設備が作られた。ジェームズ川を航行することは初期バージニアの交易と内陸部への開拓に重要な役割を果たしたが植民地の成長は最初の75年間主に海岸地域に限られていた。幕府船にある航行可能限界より上流は17世紀後半にエイブラハムウッドによる 毛川港液体によって探検された外洋航行船は現在のリッチモンドより上流には航行できなかったが製品の陸路運搬やタバコ以外の作物を運ぶための小さな船の航行は可能だった。ピードモントやグレートバレー地域からの製品はリンチバーグ、スコッツビル、コロンビア及びブキャナンなどの港町を通じて リッチモンドやマンチェスターの海港まで川で運び、下ろされた。ジェームズ川は、オハイオ渓谷から製品を運ぶ経路とも考えられた。この目的でジェームズ川、カノーハウンガが建設され、ジェームズ川とオハイオ川の支流であるカノーは川の、航行可能な部分とをつないだ。川の間の山岳地帯は、ジェームズ川、カノーはターンパイクが建設され、入馬車や駅馬車を使った。 陸路輸送が行われた。しかし、運河が観光する前の19世紀中頃、より実用的な技術として鉄道が現れ、経済性の問題で運河は御用済みとなった。1873年、リッチモンドとオハイオ川の新都市ハンティントンの間に、チェサピークオハイオ鉄道が完成し、運河の経済的役割はなくなった。1880年代、 リッチモンドアレゲニー鉄道が運河の引き船道に沿って敷かれ10年間のうちにチェサピークオハイオ鉄道の一部となった。現代ではこの鉄道線が CSX トランスポーテーションの積み出し経路として使われ、主にウェストバージニア州の石炭を運び、バージニア州ニューポートニューズの石炭桟橋から輸出されている。バージニア州パーターズビルのジェームズ川、 プリンスジョージ軍の流域には、ジェームズ川国立野生生物保護区が設置されている。ジェームズ川には、多くの公園や、その他リクリエーションに使われる場所がある。カヌー、釣り、カヤック、ハイキング及び水泳が、夏の間に、人々が楽しむ活動である。ブルーリッジ山脈の源流からリッチモンドまで多くの、早瀬や淵が釣りや、急流下りを楽しませてくれる。 最も激しい急流は、リッチモンド中心街で終わる2マイルの区間であり、そこから幕府船に至る。ここは、クラス3の急流が、マテンローの見える地域に存在することではアメリカでも、唯一の場所である。リッチモンドの東にある幕府船より下流では、水上スキーや、その他大型の船を使ったリクリエーションに適している。この辺りでは青いナマズで知られており、 平均して20ないし30ポンド、時には50ポンドを超えるものが捕まえられる。チェサピークアンの水域では、根絶が近いという大西洋長ザメの最後の記録がある。2007年5月の調査では175匹の長ザメが残っており、5フィートを超えるものも15例あった。ハンプトンローズ地域ハンプトンローズ地域では、ジェームズ川はある地点で5マイルの幅がある。 外洋航路線が、リッチモンド港まで遡るために、幹線道路にはフェリーボート、高い橋及びブリッジトンネルの組み合わせが使われている。川を横切るものは、東から西に、以下の通りである。修道895号線が、リッチモンドの水進港とジェームズ川の幕府線で、外洋航行線の限界点より東では、最後の橋である。 この地点より西では船を通すことよりも潜在的洪水の可能性が土木上の関心事である。次のリストはジェームズ川にかかり一発しあるいは両端が市内に入る原村橋である。名誉橋1889年撮影次のリストはリッチモンドより西のジェームズ川にかかる原村幹線道路橋の一部である。 モニターメリーマック記念ブリッジトンネルは自転車の走行を禁止しているが、ジェムズタウンフェリーは使える。ブールバード橋での重大な事故の後、リッチモンド市は橋の全長にわたって自転車は速道を通るよう求めている。ありがとうございます。